こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回はパワちゃんやっていきましょう。で、組んでるデッキがこんな感じです。レイリー、木村、オートルカ、佐伯、大田で、ナッチと。で、いろいろ回数やりまして、まあこのデッキを試してみようかなという感じになっています。昨日パワちゃんの大会行きまして、もう本当にいろんな刺激をもらってね、僕もちょっとパワちゃんやりてえなと。特に野球勝負楽しくて、そのためにサクセスしているまであります。はい、では行きましょう。マネキとカロリーバーです。で、体力使いたくないけど3人いるから行くか。さすがに3人いたら行くかって感じですね。で、結構精神ポイントがきつくなるのは当然として、あとは筋力とかですね、この辺も意識して集めたいです。ここ行く？筋力、まあいいか。技術、いやー、どうなんだろうな。まあ、ナッチがタックフィニッシュできるときは結構行ってあげたいと、なかなか厳しいかなとは思います。で、まあキーマンはこいつですね。木村がキーだね、マジで。まず告白間に合うのかお前っていう。うん、これだったらワンチャンあるかも。いいですね。まずは木村を追っていかないことには、告白2回なんでね。来てしまえばまあ楽ですが。あと打撃練習した時はちょっと気をつけて見ていきたいですね。結構僕忘れてしまうので。で、なるほど、なるほど。どうしようかな。これも吸い出し強いか。ここの技術、精神が一番欲しいまではあります。いや、難しいか。現場取り押さえ。で、冷静は取らなくてもいいので、ここは大田に行きます。で、逆襲をしっかり、かなり入れときましょう。あとまあ体力回復が大きいっていうのもありますね、あそこは。うん、オーダーワンチャンいけたな、今。いいやつくれ。いいやつくれ。そして木村、早くイベント起きろ。ね、上で広角打法いきます。オート先輩ですか。まあ、これ吸い出し強いけどね。レイリーどうせ無理だしね。やっぱり大田とレイリーが重なった時の吸い出し力はかなり強いのがあるなっていう感じがします。打撃いったら気をつけようと。ナッチ拾っときてえなー。ここで拾っとくのは全然なしじゃない。拾うか？いや、まだ早い気がするな。まだ早い気がするな。だ、肩ってナッチ以外いないよね。行くか。いや、いやいや、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。ちょっと、もっとでかいとこ狙ってこう。で、うん、それですね。おーっと、ぐきった。サイン察知いらんか。肩吸い出してもいいかもしれないですね。うわ、ダンジョンゼロ、木村が来ない。木村来ねえ。うん、これはオーダー行っていいと。
筋力はかき集めないと、狙ってる3000点筋力が入ってないですからね。すんげえいいコツ来たわ。大田か、まあ拾ってもいいけど。パワーヒもらいましたね。で、いいやつ入りました。吸い出すの？別に今タック練習の回数じゃないもん。どんだけ早くこう7回、まあ7回は行った方がいいのか。うん、よし。それはできません。これで木村行きましたか。で、打撃行くときは気をつけよう。で、応答でいいですね。ルカちゃん。マジで全く精神が通ってない。だいぶまずいですね。まあ吸い出し強いなと。そろそろタックフィニッシュかけたいよね。で、レイディが走りました。うーわー、これ木村やべえな。お、ナイス。裏がか。守備職人と帳尻合わせ。いやー、ぼっちくせえなー。ラブパワーお願いします。よーし、いやーこれ木村きついな。2-2で木村来ないとダメだ。マジでこれ本当にないぞ、全く精神。本当精神メインで拾っていきたいですね。はは、終わった。おお、これ強いな。意外性。さすがに拾いに行きましょうか。よし。まずは1回目ですね。もう敏捷残ってた。吸い出し強いな。吸い出そう。っていうのと、これ使ってよくて。印象55杯だな。57だっけか。じゃあ大丈夫と。本当に大丈夫か。
突如点入ったりしないよな。あ、突如点入ったわ。おお、打撃頑張りますね。肩拾いましょうか。で、6点なのでこれを割とさせます。感動満塁男リベンジ。リベンジどうせ取るしな。接戦取って止まった感じか。点数はそんなに悪そうには見えないですね、クリウォッチですけど。モテろ。OK。モテモテ、いやー、大凶とかでよかった。うん、ここは綺麗に抜けましたね。で、モテモテ入ったからなんか変わるのかな。モテモテはここか。休む0回。デート進行度7。無理やな。どこも関係ないわ。打撃いった？ここも強いな。まあ打撃当然これはいきますが。技術は入ってない。筋力が凄まじい入ってますね。チャンス、そして水分。やめて。これなくなるかな、もうさすがに。拾いますか、オーダー。鉄も大きいですしね。これ残りそうかな、残るかな。ここは意外性欲しいわ。で、木村がひどいやつだなと。おーっと、この守備は激アツやな。しっかりとメンタルも入ってますね。なるほど。どうすか。フィニッシュがだいぶ遅い。それだけ気にかかる。うん、ぼっちの割にはだいぶ出てますね。4000点ぐらい出たのか、したら。ダンジョンも使ってないですからね。肩入りました。うん、筋力はいい感じで入ってきてますね。筋力系取るか。
片目打ちと木打ち。強っ。いやーすごい、めっちゃ集まる。筋力系はちょいちょい取り始めます。すごいなこれ。パックフィニッシュいずこへ。めった打ちは欲しいよ、少なくとも。こっちはどっちでもよかった。なるほどね。ここの吸い出しが相変わらず強いですね。で、筋力をかけておこうと。技術吸われたな。あとはなっちまち。はい、こちら。精神取っといてもいいけど、凪か。代打、徒競走進か。これだいぶきついな。精神守備入りましたね。素晴らしすぎる。筋力どうすっかこれ。だいぶおかしな肌になってきましたね。筋力の吐き口ねえ。いや、つらいな。筋力の吐き口募集中。うん、めった打ち入りましたね。追いかける。今やる気がない。テートするか。うーわ、これマジ補給あげれんぞ。よしよし、やる気は上がりました。アタックフィニッシュは回数大丈夫か。ただここで手をこまねくのはもったいないか。登り竜は別にいらんし。ナイス、体力回復ありがたい。打撃いった。いかんか。行くわけないか。とても欲しいな。あとスカウトが今狙える。そう、逸材を狙っときたいな。これでいけるか。ちょっと A に乗せちゃいます。
てもちょうどよくいけると。三振、ええ、卒、送球とか取っといた方がいいのかな。超足引っ張りそう、こいつ。皮ひは大丈夫やな、これ。いや怪しいな、俊英とかも怪しいしな。ちょっとナッチ取っときましょうか、精神トレードに。全然足んねえマジで。で、技術精神取ります。吸い出しちゃった方がいいか、まあ、デートしてもいいと。いや、吸い出しかけます。ああ、行きましたね、216。これはありがたい。狙った得点が入りましたと。ここ取れないと話になんないかな。9% か。保険はかけといた方がいいかな。で、こっち怪しいな、これ。詰まってないよな、これ。怪しいな、いろいろ。うん、ここも総力30は大丈夫と。スイーパーを解く打撃連。彼女差し入れで終われるのか。そうですね、逆襲、卓編集、コツレベル、まあ大丈夫か。まあ、今のところ得点も出てますし、悪くはないですね、多分。ただ、信じられないほどないと。これはタックフィニッシュしたいのと、まあもう敏将いらんかな。いや、ここ筋力入るからな、めっちゃくちゃ。それは大きいんだよな。あとパワー結構上げてしまっているのが後で怖いですね。後で怖いな。ダンジョンちゃんと取れてると。いやー、春英狙いにするのか。いやーでも暁いらんね。絶対的に主演の方が欲しいですね。いやー技術かな、これ分かんないや。精神に見えるけど僕には。
回休むのもありな気がするな。治癒の枠を取らないといけないので、置いといた方が、まあ、いいかなとは思いますね。ありがてえ。治癒が入れる。まあ、打撃は諦めていいでしょう。しっかりとポイントバランスは整ってきそうですね。で、メカ行ったと。サイガか。900。これ補給っていくつまで上げるの？補給は100にしないとダメだ。補給教えて。補給はあと20。ひとまずこれで OK ではあると。固め打ちパワー比効果くる。ああ、なるほど。うん、あとはもう休めチーフで終わりです。なるほどね。これは生きてえな。さすがにないっすね。攻撃切ったら本当終わりだもんな、すべて。まあ、デートに行くか迷うところではありますが。まあ、休め2回練習やな。まあ、安牌行っといた方がいいか。しっかりと押さえときましょう。筋力はタックフィニッシュ可能性ありますし、ね、なかったか。全くなかった。ただコツも入ると。これは美味しいですね。佐伯阿部ひとかまだか。なるほど。レベルがだいぶ怪しい。木村が結構入れてくれるので、それを期待はしていますが、これミントカーソル上げる必要ある。僕ミント行かないルートだよね。逸材めった打ち、そうだよね。これ取んなくて大丈夫よな。うん、まあデートをしましょうか、ひとまずね。チャンスコツとかないんだよね。これは20いくのと火事場、この辺持ってないといけないのが辛い。ヒートアップ特進術か。ちょっと今んとこなんとも言えんな。デートか。技術はいいんだよね。技術は大丈夫。よしよしよし、ナイス。だいぶうまいな。筋力か。この余りある筋力
まあ、S まで上げるしかないよな。で、デートして終わりなんだが、大丈夫だよね。あと残ってんのは精神と。いや、ありがたすぎるわ。あ、守備ちょっと上げとくべきでしたね。これちょっと1ミスですと。うん、守備ちょっと上げといてよかった。どうせ40にはしますし。で、めった打ち。さあ、どんな感じかと。アイコン、祝福取るか。いや、コツレベルが。結構壊滅的な気もしている。打開とか怖えな。肩30、弾道。チームプレイは来なかったが。アウトク2つ。アウトク9個。で、ここ抜けてますね、ちゃんと。うん、精神とチームで遊べば OK と。まあ、コツ、いやー、レイリーか。くれたらうめえけど、くれる確率が少ないキャラではある。いや、これは突っ込むべきだ。はっ！瞬間使った？はいはい、やりかしました。ミス1。もったいねえ。シュネ使ってねえ。で、ナッチはダメなんだよな。なので、ここは遊びましょう。うわぁ、今のはでかいな。ここまでうまく運んでたんだな、ある程度。結構なくなったな。いや、コツください、ルカちゃん。ラッキーボーイはもう取ったな。もうないな、コツ。で、何取ろうかな。ちょっと落ち着いてみようぜ。上り上司と連打。まあ、上り上司はいいでしょうね。火事場。上り上司で、まあ、バランスは OK と。打開取ってもいいかもな。弾道、肩、30か。30は結構犠牲にするも多いな。打開。打開ちょっと待とうか。うん、抜けてる。特の5個。抜けてる。この精神36なんで、まあ、まず抜けるでしょう。コツレベル足りてねー。あと2かよ。くそ。いやー、この、いやー、そうなんですよね、結局。ここで拾ってたらもう終わってたんですが、音のコツは終わってるんだよね、全部。意外性くれないよな、間違って。絶対取ってんだよな。ちくしょう。これ悔しいっすね。あと2だったらいけたわ。いやー、12枚目いけそうでしたね。これは、終わった。いわゆる終わったというやつです。
で、打開取って、もう得の取れるだけ取ればいいのかな。いや、違うな。守備、走塁。いや、違うな。10枚目抜けたのにな、うまく。11、あと骨レベル2。これ悔しいな。まあ、査定を上げていく感じか。ソウルボーナスも8いってますね。結構いってたもんな。パワーと補給10。これちょっと上げすぎ感あるぞ。金徳。あとは安骨か。これどうせいけんしな。取っちゃっていいかな、モードとか。精神激重だけど。これ取るか。高い。ちょっと上げるか、ここ。こんなもんか？総力か。あと20。あと20か、つら。ま、行きましょうか。いやー、春芸のミス位置と、抜けそうだったな。第9、投げました。エクスカリバーがストライク。さあ、次の投球。ボール。投球はこれから3球目。高速スライダー、ボール。次は4球目、投げた。木村美香で独自路線を行ったんですけどね。まあ、クリスマスも間に合いにくいっていうのはちょっとあるかもしれないですね。追加点のチャンスを迎えました。投げた。決まったストライク。さあ次の投球。エクスカリバー見送ってボール。投球は3球目。投げた。11枚目は抜けねえとな。厳しいよな。投げた。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。6回の裏、エビル攻撃に入ります。今日4打点を挙げています。第2球エクスカリバーによってめっちゃ振ればよかった。第3球を投げた。ボール。第4球を投げました。エクスカリバーボール。低め。第5球投げました。エクスカリバー見送ってボール。第6球を投げました。打った。これは強烈。これそしてあれですね、ミートバーサル結構小さめなのでどうなるか分かんないですね。エビルリードで8回です。今日はチームの全体厳しい。これさ、佐伯ワンチャンコツくれるんじゃないの？満塁男と冷静。それで行く？それで行くある？あ、それで行くあるな。ちょっと臨床ポイント置いとけばよかったな。いや、これそれで行くあるな。佐伯でかっ。これ行ったんじゃない？12枚目抜けた疑惑あります。僕が無駄に便所を使った話はありますね。あ、そうか。やっぱ一発目でやるデッキを収録してはいけないのかもしれないな。ただなんかそこでの学びとか、僕がどういうことを考えてたとか、そういうのも皆さんに見ていただきたいっていう僕なりのエゴがあるので、これ行ったんじゃない？じゃあ順位抜けたんじゃない？多分このデッキでやってる人はいないと思います。多分あ、抜けたんじゃない？コツレベル2だもんね。ギリギリ抜けてない？あ、抜けてますね、やっぱり。ありがてー。じゃあ考えればよかった。
肩力80とか無理やな。抜けるとしたら超特殊能力と上り竜くらいか多分。あと肩守備、その辺点数はかなり出てますね。まあ上り竜やろうな。ああ上り竜取れてないわ。そうよ、上り竜取れてないよ僕。で守備60、肩80、守備60いけんのこれ。無理やろ、60アップでしょ。無理だな。いや、いける。いや、いけたもん。しかも上限突破してるわ僕。っていう話と、これで1個抜けたと。他はもう抜けるとこないよね。超特殊能力ない。まあ、三振とか取っといた方がいいかもな。併殺は大丈夫だと思うけど、三振とかいいのかな。関係ないかな。対エースさよなら。テスラ代打、まあ、査定のこともあると。ちょっと筋肉あんま振りたくねえ。パワーないかも。パワーがなかった、そもそも。25余すな、これだいぶ。代打ヘッスラ。まあ、対エース安定かな。これいって、まあ、代打いって、早急いって、もう終わりでしょ。やりたいことやれましたね。まあ、春芸一発がもったいなかったなっていう、かなり歪な感じにもなりましたが、選手が。パワー100だし、2個上限突破してる。結構いくんじゃない？なんとか20万点いけましたねと。あとは、この、フィールドビンゴ、アプローチバント、そしてヒッティングスナイパーで頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ応援いただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。